こんにちは、ことぶきはじめです。今日は僕が普段使っているプラモデル制作に使っている道具を、ちょっとご紹介したいなと思ってます。ではよいしょ。まずニッパーですね。ニッパーはこのミスターツールズさんの無水派のニッパーを愛用しています。それからこれはちょっとランナーとかぶっといものを切るときに使っている、なんかセットの道具に入ってた安いやつです。こっちは多分1000円ぐらいしたんだと思うんですけど、ちょっと高めのやつで。それから、普通のハサミです。工作ハサミですね。これは家にあったやつです。にタミヤさんの、ピンセット。これ結構先が鋭いんで使いやすいですね。それからタミヤさんのデザインナイフ。もうキット一つ作ったらすぐ刃変えるぐらい頻繁に刃変えて使ってます。それから接着剤ですね。接着剤はこのミスターセメント特用ってやつと、タミヤさんのタミヤセメント、それから流し込み接着剤です。これは結構よく使います。ことぶき屋さんのキットは結構細かいので、組み立てた後にちょこっと流し込んで接着できるので、これは結構対応しますね。それから、筋彫りとかに流し込みで墨入れ塗料、これ今3種類、黒とダークブラウン、それからグレーですね。ダークブラウンは最近使うようになったんですけど、ちょっと黄色とか赤とか明るめのところにはダークブラウンを使うようにしてます。それからウェザリングマスターですね。2つ持ってるんですけど、この F セットってやつの、ライトガンメタル、よいしょ、この真ん中の色ですね。これは結構多用してます。それからウェザリングマスターのフォーカーシャーシーズってやつですね。これのね、この赤焼けってやつがちょっとバーニアの吹き出し口とか赤くするのにいいかなと思って買ったんですけども、これほとんど使ってないですね。こんなの2つ持ってます。それからガンダムマーカーですね。ガンダムマーカー黒とゴールド、それから白、それに、墨入れペンのグレー、黒もあったな、あと黒ですね、あと消すやつとこのくらい持ってます。これもちょっと手軽に部分塗装するには気軽にできるので結構重宝してますね。それから塗装するときにつまむやつですね。こんなの使ってます。これ僕、普通の竹串にこれくっつけて使ってます。でサイズが3種類あって、このちっちゃいのは使いづらいんですけど、割とこのでかいのはよく使いますね。20本ぐらいあると思います。それから普通の竹串に、両面テープ巻いて、ちょっとつまむところがないようなパーツはこれにくっつけて塗装してます。両面テープはこの日番さんのナイスタックってやつ、これは結構薄い、粘着力があんまり強くない両面テープなんですけど、剥がしやすいし、手でピッと、ここカッターついてるんですけど、
手でピッと剥がせるんで、これも割とよく使いますね。これは一番ちょっと使いやすいかなと思ってます。それからサンドペーパーですね。サンドペーパーは800番のペーパーと、スポンジヤスリも、これも800番です。塗装するわけではないので、あんまり粗い番手でガシガシすると後で大変なので、800番で整えて、で1200番のスポンジヤスリと紙ヤスリもあるんですけど、1200番で表面整えて、仕上げるようにしてます。それからこの綿棒ですね、拭き取り用の綿棒は普通の市販の綿棒と、あとこのプラモデル用の先の細いやつ、これと使い分けてます。こっちだとどうしても細かいところに入らなかったりするので、細かいところはこっちの細いやつを使うようにしてます。これがタミヤさんのやつですね。こんなの使ってます。それからマスキングテープですね。マスキングテープはこのハイテクってやつと、これはタミヤさんの曲面追従型ってやつですね。それから普通のマスキングテープ、ちょっと太いやつと細いやつと、なんかどこにでも売ってるような普通のマスキングテープと、こんなの使い分けて使ってます。それから穴開けるのにピンバイスは、このミスターホビーさんのやつですね。こんなの使ってます。1ミリから始まって3ミリまであります。先付け替えるやつでもいいんですけど、ちょっとめんどくさいなと思ったんで、丸ごとこう変えるタイプを選びました。あと瞬間接着剤はこれ使ってますね。アロンアルファプロ用速攻対応灯ってやつです。まああんまりこれは使うことないんですけど、まあこんなのも一応持ってます。はい、それから塗装ブースですね。塗装ブースはあれですね、何でしたっけ、まあ、ちょっと紹介動画出してると思うんで見てもらったらいいと思うんですけど、塗装ブースに一応新聞紙引いて汚れたらパッと変えれるようにしてます。それから仕上げはこの艶消しと光沢、それから今作ってるグルンガストは半光沢と、これで使い分けて、使用しております。こっちの方がなんか仕上げのキメが細かいような気がして、これ最近よく使ってますね。それから面白いやつがこの TL カラースプレー、1本しか持ってないんですけど、これスプレーすると透明なんですけど、ブラックライト当てると青く光る、これブルーってやつなんですけど、その他にも赤とか黄色じゃないか、緑とかあるんで、ちょっとこれまた買ってきて他のキットに使ってみたいなと思ってます。これ結構面白いですね。はい、プラモデル作り始めて4,5,6,7,8,9,10,11 8ヶ月ぐらい経ったと思うんですけど、割と、いろいろ買い揃えてこんなになってます。プラモデルはキットもそうですけど、結構こういう周辺の道具にお金がかかるので、なかなか最初は
大変だったんですけど、まあ、作っていくうちにあんなこともしたいとかこんなこともしたいとかっていう風になり始めて、だんだん道具が充実してきたような感じになってます。まあ、僕もまだ初心者なので、知らないものがいっぱいあるんですけども、今のところこのくらいあったら苦労しないで作れてるかなって思ってます。で、塗料はタミヤさんのエナメルのやつを必要があるたんびに買い揃えてるような感じですね。エナメル塗料の方が何かあった時にさっと拭き取れるので、僕はこっちのエナメル塗料が気に入って使ってます。はい、ちょっとざっと持ってる道具紹介したんですけども、他にもこんなのあったら便利だよとか、これ使ってみたらとかっていうのがあったら、ぜひですね、皆さんコメント欄で教えていただけたらなと思います。それではまた、グルンガスト続きしますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた。